シューティングバーを隅にようこそ。今日はですね、発売から1年経った SIG MCX 打ちまくった、MCX なんですけれども、こちらが今どんな状況かお知らせするわよ。フォーティアン PX 秋葉原は年中無休、壁にかかっているほとんどのエアガンが試射できます。そんな環境下で1年間打ち続けた MCX、 さあどうなってるのかな。ちなみに新品はこんな箱に入っています。箱の中身はこんな感じ。袋を外してみました。取扱説明書とスピードローダーが入っています。裏返すと、わかるかな、住所がですね、 SIG USA になってるんですよ。この辺は萌えポイントだと思います。そしてこちらが1年間の間いろんなお客様に打っていただいた SIG MCX です。それこそ毎日射してましたからね。ちょっと小さい傷はありますけれども、それでもとても1年使った銃とは思えないぐらい綺麗です。ダミーボルト、カッチリ止まります。リターンスプリングがついてないタイプ、つまりここを伸ばしちゃうっていう心配がないわけ。リリースボタンを押せば、えい、パチンと戻ります。この辺の硬さも新品同様ですね。マガジンキャッチやボルトリリースレバーなどもちょっと擦れてますけどね。ただ嫌な擦れ方ではないですね。とても自然な擦れ方です。ここも傷みやすい場所ですよね。リトラクタブルストックですね。こちらもカチッと止まって、もう全然肩は見られませんね。ではこちら MCX 1年打ちまくった銃ですけども、どのように初速が変化しているかを見てみましょう。ちなみに新品の時は91前後の初速がありました。 91.16、 90.73、 91.56、 92.01、 91.38、 90.98、 91.02、 92.23、 全然下がってません。クリスピーなトリガーフィルムそのまんまです。よくダメになってしまうこのアンビセレクターですが、クリック感が全然残っています。保証範囲外となりますけれども、 11.1V でも回してみましょう。こういう数字になりました。とても1年間試射で撃ちまくった銃とは思えませんね。結論、 CMCX ビルトス6万円台は安い。1年間よーく頑張ってくれました。お礼にオスミ流のモディファイをしたいと思います。 MCX 最大の特徴は配線が前配線であるということ。結構ネガティブに捉える人もいるんですけれども、視点を変えれば後ろには何にもないわけなんで、ストックが買い放題っていうことも意味します。ここで MCX ファンに朗報です。ライラックスの新製品、レールストックパイプアダプト M4 フォーマットのストックパイプ、そしてこちらピカピニーレール多様になっています。ということは MCX の場合、ここですね、ここの六角ボルトを緩めると取れた。ほら、 MCX のここもピカピニーレールになってるでしょ。そしてこちらのレールストックパイプアダプターをつけるんですけど、気がついちゃった、3スロットありますので、どこでつけてもいいんだ。MCX のピカピニスロットの一番下につけた場合、真ん中につけた場合、一番上につけた場合、これはないわ。これはもうめちゃくちゃにエモい。エモさしか感じない。待てな。そしてめちゃくちゃこれ狙いやすいです。サイトはもちろんベクター的すごいんですけど、せっかくですからここはシグオンシグっていってみましょう。ロミオパイ、ロミオパイ、ロミオパイ。ごめんね、ベクター。あと個人的にはですね、純正の VFC のマガジンがちょっと刺さりが渋いんですよ。私の大好きなクライタックの M4 ポリマーマガジンなら、もう気持ちいいぐらいカチッと入ります。結構 MCX ユーザーには愛用者が多いようです。CMCX ビルトスお墨風完成。次回は実パーツてんこ盛りでいくわよ。変態機なんてとんでもない。SIG MCX ビルトスを買うなら、41で。